はい、中小企業の経営者の方の中には、人事評価制度、昇格基準の明確化を図りたいというふうなお考えを持っていらっしゃる方はね、たくさんいらっしゃると思います。人事評価制度を入れてみたけれども、うまく運用できないというお悩みをね、伺うことは大変多いです。で、やはり基準がね、明確でないというのが、問題の一つでもあると思いますので、そういった課題解決のためにですね、一つ有効な手段としまして、社内検定制度をね、導入をするということが考えられます。社内検定ですからね、人事評価の基準の一つとしてですね、社内検定に合格しているということを取り入れることによって、検定ですからね、試験の問題に答えて合ってるか合ってないか、一定の合格基準を満たしているか満たしていないかというのは、これは明確になってきますよね。ですから、そういったものを一つ取り入れるというのも有効な手段だと思われます。社内検定の導入ですね、あるいは企画の段階からご相談されたいという方いらっしゃいましたら、お問い合わせください。